今回は反発性の良いスーパーソリッドというゴムを使った車輪と牽引の金具を組み合わせたモデルをご紹介します。以前ですね、当社ではこちらのモデル自動車工場向けに販売しておりましたが、ノーパンクタイヤに切り替わったこともあり一時生産を中止してたんですが、またご要望がありですね、今年から商品として復活させました。車輪径は250杯になります。フレームには鋼板製の金具を使用しております。リバイバルということもあり今のところは車輪径250杯の1種類になりますが、牽引台車の足回りとしてご使用いただけます。使用時速は4キロ、主に屋内外を行き来する低速の牽引台車向けとなります。